臭い。はい、やってきました。じゃあ、なんだっけ。あ、あれね、あのラテトーク、はい、あ、ゼロトークじゃなくてラテトークで、ラテトーク、はい、行きましょう。じゃあ、はい、これを見たらなんだっけ。ちょっと待って、やれや。エルトーク。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、やってきました。よいしょ。これは見たらラテッパ、よっしゃい、来ましたね。このメンバー久々じゃない？初多分ね、うん、本当はもともと決まってる人がいたけど、はい、なぜか今日この3人になったっていうね、はい、みんな出たくないっていう。まさかね、今酔っ払ってるっていうのはあるけど、はい、ね、飲んだんでね、まあ、みんな、ね、帰ろうと、はい、もう帰ろうとしたらね、立場上俺しかいなくてどうしようと思って、ね、もう久々さんいなかったら今日なかったっすね、絶対。いや、どうした。いや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 、久々なんでやで。でも、これは臭い。臭い、臭い。ここのスリッパ、マジ臭い。そんなわけないですよ。いやいやいや、マジ臭いやん、そんな、結構臭いよ、これ。いやいや、こっちが臭い、こっちが臭いですよ、マジっす。やばい。これまだかわいい。かわいい。これかわいい。これやばいでしょ。ちょっとどうなってんの、ちょっと。クレーマー。専用スリッパ買ってきて。専用スリッパ。本当に。ね、どうしよっか。どうしますか、じゃあ、今日は。何もあれ。あ、まだちょっと LINE の方が出てないからね。はい、ちょっとあれなんですけど。じゃあね、まあせっかくこう、今日か、あ、今月から、まあ、二次放送に変わったんで、はい、ね、はい、ありがとうございました。酔っ払いがひどいよね。確かに。どうしようね、そういうどう、スペシャルゲストのレイさん、え、あんま出ない人だよ、やっぱあんま出ない、はい、なかなか出ないでしょ。あ、まあね、まあ、今の時間だったら僕起きてるんで、まだ。ああ、なるほどね、はい、もうその45分ぐらい、もうちょうどもう風呂入ってそろそろ寝よっかなぐらいな感じなんで、なんかよかったなみたいな。よかった、はい、起きててよかった。生きててよかった。ほら、でもね、ほら、ラテの会嬉しいとか、久しぶりに見たらラテの番だとか、はい、ちょっと嬉しいよね。まあ、ラテの方がね、まとまりあるしね、はいはい、うん、新しいメンバーも結構増えて、本当はなんかね、新しいメンバー出そうと思ったけどね。いや、まあ確かにそうですね。次はもう強制っていうか、まあ、絶対出す。まあ、適材適所もいるけど。絶対出します、次は。何が何だよ。で、この3人、まあ3人ぐらいが一番ちょうどいいんだけど、俺は。辛い。でも確かに。はい、一番楽。そう、3人がね、大体、ね、あれですもんね、終わった後とか飯食いに行ったりとか、大体このメンバー、大体このメンバー、大体中本メンバー、大体毎回いつも同じメンバーと再会みたいな。いや、わしゃじゃあ、いただきます。グイグイ、乾杯。焼酎か。お疲れ様です。焼酎か。おぉ、珍しい。焼酎珍しい。いや、僕結構割と出てるんでね、毎回ね、よく帰ってくれてますよね。ああ、なるほどね。はい、え、そういうことか。ね、時間を見たら見てくれてるからこそ髪切ったの分かりますよね。あ、いいね、これね、中本めっちゃ好きって まず何も言ってないの入ってるね。やっちゃう。コメントに。いや、久田さん、これ見せるしかないですよ、これ。あ、ごめん、お、俺なんか、それ剥がれちゃった。あんなに。これ見て。中本ステッカーね。中本ステッカー。お持ち帰りで弁当5個頼んだら、あのステッカーもらえるっていうことなの。中本ステッカー。あ、しょーい。中本ステッカー、いただきました。どうする、はい、もう喋らなくていい。もう終わりましたね。今日の回終わりますね。あ、でもあのヒロ髪切ったねって入ってるよ、コメントで。はい、うん、どうした、気づくんだね、やっぱね。うん、そうよね。ウキいいのかな、これね。うん、ウキいいんじゃない、多分。ヒロ結構多分無難だから。アマチーって入ってるよ。アマチー、かぐちゃん。アマチー。なるほどね。うん、うん、どうしよっか。久々に緊張できてた。この回ヤバくなるんじゃない、もしかしたら。まあヤバくはさせないけど。お、ね、かっこいい。今日もかね、どんどん、うん、とりあえずもう中本とは、あ、でもリアルに中本のパーカーをさゲットして今日着てこようかと思ったけど、
見たかった。ちょっと恥ずかしかった、もう時期的いいじゃないですか。いや、いけるね、いきますね、これね完全に。何色でしたっけ、あれ。あれ、赤。おー、赤。中本から絶対客来たら絶対シャンパンにさせる。バカ、もうゲットしたの。何ポイントでした、ポイントは。あれ、ポイントで多分12万5000円。おー、軽くは。いや、それ来るでしょ。そういうことやっぱあるんで。いや、わかるでしょ、この感じ。クマったんで。あ、スペシャルゲスト来ましたね。すみません、謝罪、謝罪とりあえず、とりあえず謝罪。さすが、謝罪。ネクロマ隊長がね、謝罪から始まってね。はい。やば、やばこれ。髪色がやばい、ね、やばいし、全部やばいじゃん。全部やば。じゃあ、シュリー、じゃあ、ちょっと謝罪会見から。はい、はい。どうしてくれるの、今日の回。青いキノピオみたいな。すいません。背景一緒や。今日の回どうしてくれるの。ここがもう怖いもん、なんか。粘って、ここのメンバーしか来れなかったんだよ。すいません、本当に。はい。もうここしかなかったんだよ、ね、一応でもニコママ隊の裏番から今 LINE いただきまして、はい、さすが。しかも今日2時放送なのに1時45分ぐらいいただいて、ミーティング終わってんのに、今日誰々と誰々出してって来て、そんな無理じゃないですか。あ、裏番、それってやつ、それってのですね。声やりましたね。いや、やりましたね。で、僕もちょっとさ、今日そうですね、いきなりの出席からので、本当にマジで、あやば。それって、ね、それって本当にすげえびっくりしちゃって。それって何、もう本当に記者会見かよ、本当。もうすげえびっくりしちゃって、ね、どうぞいただきます。お、お疲れ。あ、はい、じゃあお疲れ。お疲れ様です。グイ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 。あまゆです。グイ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 。いや、まあでもまあ久々の放送だからね、ちょっとテンション上げて、はい、いきましょう。ね、ちょっと見てくれるという方も多いんで。うん、はい、さてじゃあ、シュリこれの匂いかも。誰の違う違う違う、本当にウルさんが履いた後。いや、なんか、ね、結構臭いからね、マジで。もともとっすか。いや、もともと、ほんと。え、どれだ。いや、ヒロが履いてたやつがめっちゃ臭くて。あ、これ、これ普通だよね、待って、一回待って、俺の鼻が悪いのか、待って、あれ普通だよね。あ、これ、いや、もうこれ。スリッパトーク。やばいっしょ。いや、そうなるし、今飯食ってばっかで、ほんとに。え、メイク飲んでなくないウォーウォー。俺より似合ったら、メイク飲んでなくないウォーウォーって入ってるよ。俺より似合ったら、ほんとに。頼みなさなんで。あ、ちなみに、みずきくんはちょっとお店で今、おねんねしてて。え、おねんね。いや、でもみずき後に食うっつったよ。あ、それも一応言ったんすけど、ニコのまま、俺行かなきゃって言って、うなされながら寝落ちしました。いや、あれはさっき言う、あれ演技だよね、やっぱ演技なんだ、絶対来る。でも水木は多分ね、やっぱグループダンディナンバーワンじゃん。そうだ、そう、9月号、8月号、先月号、8月号、そこはいいんですよね、夏の終わりをね、ナンバーワンで飾る。そこいいんだ。来る前にちょっと各ビーターパース行くのってやったけど、それでも起きなかった。結構飲んでたからね、今日ね、飲まされてね、でもメイが飲んでないって書いてるもんね。飲んでるよー。グイ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 。寂しい。いや、毎日いや、最近めっちゃ飲まない。めっちゃ飲みますね、ほんとにね。はい、まあ、店が忙しいのもあるけど、ちょっと飲むんですよ、マジで。ほんとに、どうしよう。髪もっと綺麗や。誰？ヒロ、おい。ヒロ、さっきはちょいちょいなんかヒロの場所が当たり強いね、当たりたくないウォーウォーだよね、完全に。誰ライジング。おお。なんでしてんの？そのアカウント。ライジング。まさかの。これもしかして？もしかして？このアカウントは？あれ？あ。誰？それ？アカウントでわかる。アカウントでわかるよ。あ、そう。誰ですか？一人だけ。誰っぽいですか？イニシャルってか、イニシャル。誰？え、誰だ？ある。あ、うちの。おい。2014年の締め本する。両者やっぱり。これ、今日あれですよね、即興ですよね。即興だよ、ほとんど何も準備も。俺、もう帰ろうと思ったもん。いや、今日責任取って趣里さん一人。いや、ちょっと、立場上俺が一番上だったから、ちょっと、あ、いい EP だからさ、やっぱそれをやろうと思って。で、でも最後に、副社長どうですか、たくみさん出ましょうって言ったら、お疲れっすって。めっちゃ早かった。めっちゃ早かった。一瞬だったね。そうっすよね、やっぱね。ほんとにね、辛いよ。まあいろいろね、予定あるかもしれないけどね、出てくれたら嬉しいかなって。見てる側としてね、どうでしょうね今日。それっていうの方は何休み
ただの休みですよ、撮影とかそういう感じですから連動が来てます。あそこね、気になる、確かにすげえ気になる。じゃあ、みょんもその話は暗くなるから。ちなみに前回、レオもいいじゃん、もう主任もいいじゃん、そういうのもこれ、また俺が怒られちゃった。鍵なくすよ、ほんとに携帯、携帯ですよ。はい、なくしましょう。多分、どうせ、で自分が出てない回は絶対見てないと思うから、大丈夫。そうですね、でも、デューは絶対全部見てる。いいっすね、メイ君手振っては分かりやすいけど記者会見やってよ、ちょっともうね、いろいろなどうするか記者会見、記者会見やってよ、記者会見やってよ、見てないことにしよう、記者会見やってよ。後半一人でね、むちゃぶりとかも埋めれてないじゃん全然分かんないし、あー、ウケる。アマチュコメント拾ってね、コメント、はい、拾います。はい、先手振っていきよう、せーの。いや、フレアヒロ、フレアヒロ。じゃあどうしましょう。じゃあお題、即興でちょっとじゃあ変えて、はい、じゃあ最近の、あ、お題あったないです。じゃあお題の話を決めていこうかなって。俺結構、はい、真面目だから今日ね。でも新しい子も結構増えて、本当に新しい、どうでしょう。最近で7人ぐらいですか。7人ぐらい増えて、7人増えましたね。あ、気持ちは上から下まで、そんな増えていく。そうだね、大型遺跡もあり、大型遺跡もありつつも、はい、まあまたね、年末までには結構人増えていくんじゃないかっていう、うん、結構ね、体験入店も多くてめちゃめちゃ多いですね。俺大変ね、担当してるもんねはい、人事やってます。いや、でもいい子たちが多いから、はい、出していきたいところだけどね、みんな潰れちゃうからどうしたらいいの。初回で来る方もまずびっくりするのが、ホストクラブなのにこのお店の、あ、このグイ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 さん、あ、グイグイさんだと名刺の多さでしょ。そう、名刺の多さ名刺の統一感でも結構なんか写真名刺してくれて結構言われるやっぱ言われる。誰か分かんないそれありますね。ほんとそれあるなえ、体験入店に来た子がさっさ側で一言、何て言った、何て言ったこれ、お大喜利ですか。何なんですか、大喜利、大喜利ですか、どういうこと、どういうこと、どういうこと大喜利だから一言、うちすげえよと言えばいいあなたのやる気スイッチでしょあ、そういうことああ、あそうなんすよ。いや、よくわかんないし、何これ。ニコダマ隊長、はい、隊長、隊長だ。いや、でも隊長という名のことありますよ。いやでも今現事情ね、現事情なんだから、でも今なんかちょうど久志さんとメイ君がうちの店入ったあたりぐらいから、まあ、認識としては僕が隊長みたいな。え、その前誰だった。一応、あ、いるの。一応本当は二人でやったことあるんですよ。それはそれっていうのから除いて、それって除いて二人でちゃんとやってこうって、うん、まあ、ご存知ルルさんなんですけど。ああ、まあでもやれてないのはやっぱ現像じゃん。あ、ニコラマ現像じゃん残像じゃんもちろん、もちろん出てはくれるんですけど、結果すべて、もう全部僕で。ああ、なるほどね。酔ってないとなんか勢いが乗れないみたいで。ああ、なるほど。今日もさっき電話したんですよ、出てくんなかったです人数がやっぱりって聞いていや、でも人数が今回が一番ちょうどいいんだよ。3人そうです。3人かな、4人リヴァイ、リヴァイ3人かな、やっぱりリヴァイ。あ、リヴァイ、誰、俺、あ、それって甘い、それって甘い言うなよ。ジュースさん、サボり、ちょっと、ゲロ入ってたよ。面白い声できた。あれ、あんたの服装ラーメン屋になりたくて上京したって。本当ですか。本当だよ。なるほどね。いつでも出せるけど、スープ出す、スープがラーメン、スープが決めてって、ラーメン屋の時代終わったの、ブームが。ブームが終わったから、別にだったらまだね、ラーメンの逆眼の発想で、蕎麦とか、うどんとかの方が確率は、ね、儲かる確率は高くなる。ツルトンタン有名だけど、蕎麦より有名な店ないですもんね。ね、でも夏、ね、夏目マリーがやってるじゃん。夏木か。何これ何これ何これ俺より全然情報多いのに知らないです。え、知ってます。俺も知らないです。公開処刑。本当に俺も知らないです。ツルトンタンのオーナーがあれじゃん、シュリーが来るわよって中本の話してた。中本、え、ヘミマリか。あ、ヘミマリか。はい、え、そうなんですか。
キムニーノ、キムニーノ、キムニーノ、なんとかマリが多いんですよ。そうそうそう、何マリかが昔のやつやった。飲んでるよ。そうだよ、乳輪が大きい。乳輪が大きいんだよ。だから器がでかいのか。なるほどね、そういうことか。ケミマリの乳輪、私の明太子のクリームおうどんでしょ。うがついちゃうからね。何の話してんの。ケミマリ乳輪大きい。それ、悪意しかないよ、悪意しかない。やばいよ、俺大丈夫か、今回も、ほんとに。大丈夫だよ、大丈夫だよ。いいじゃん、たまにはね。コメントも少ないよ、まだ300だもん。たまにはね、こういう日が。15分ってことは、4分の1ですよね。全然だよ、ほんと。ほら、メイちゃん飲んでなくない。ウォーウォーウォー。もう、全然飲んでるんじゃん。もう決めた。一番飲んでる。もう決めた、俺。いや、この中で誰が一番お酒強いか気になる。あ、じゃあアンケート取りますか。いやいや、もうそれはもうデキレースだから。もしかしたら、もしかしたら、もありますよ、俺やろ。おーな、ボーリング大会の話しようって。あ、ボーリング大会の話しますわ。まあでもね、新しい子が増えて、はい、ね、9月の、今月か、やったね、ボーリング大会先週。まあ、後でちょっとタイムラテの方で流すんですけど、様子をね、写真で送ったんで。でも、ボーリングみんな下手くそでない。本当にどこで喋ったの。今営業しないで。営業は今本当じゃあ言うと。でも修理タイムライン更新してないからね。あ、僕タイムライン従業員全員非表示で。なんで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 いいね、めっちゃおしゃれ。アホ出しってなってたよ。いい出し、いい出し、いい出し、いい出しだから、アホ出し。アホ出しいいですよね。西日本の方だから、アホ出しは。アホ出し。ボーリングどうでした。新人歓迎会。はい、じゃあ、一応じゃあ、だって、シュリーと同じチームだし。あ、そうだ、もう感想一緒みたいなもんすもんね。まあ、チーム優勝俺らだったけどね。はい、あ、勝ちました。余裕で勝ったよね。モテんなかった話で、この腕全然持つよ。なにこれ、ヒロどうする。ヒロヒロ、ボーリングにいい思い出なかったんだけど。あのさ、ヒロどうした。ヒロ何点ぐらいだったの。僕スコアちょっと言おうよ。あ、スコア実際その、まあ、ちなみに今回のボーリング2ゲームずつやったんですけど、2ゲームずつやって僕100ぐらい。あ、じゃあ200。いや、これ本当に勝つ。まあ、グイグイ。売上は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 ごめんけど、俺結構もうグイグイ行くから。かわいそう、かわいそう。もう俺もう途中から入ってから。怖い怖い。朝飲んでないですか。飲んでないですか。飲んでないですか。ゼート。じゃあ飲もうか。はい。ますか。うん。ちなみにシュリは206点でした。はい。2ゲーム。あ、2ゲーム。はい。で、勝ったって言いただけますよ。206点。うわ。はい。俺ぶっちゃけ覚えてないけど。でも2ゲーム目2位だと確か。記憶ないけどね。1位で OK。そう。仕事終わって酔っ払ってボーリングとかあんま覚えてないけど。まあまあ、ただめちゃめちゃ盛り上がった。でも楽しかったよね。多分ラテ入って多分あれでしょ。俺らああいうの初めてです。移籍してからの初めての。はい。バーベキューありきの。で、そこからそうですね。そうはね。ラビありき。誰これもう。誰。だからメイちゃん飲んでなくない。おうおうだよ。え、飲んでるよ。まあでもちなみにボウリングは僕が一番うまいですね、やっぱ。これはもう検証されたんで。平均180ぐらい。いや、前回すごいっすよね。転職、転職。本当にね、だってあなたやったもんね。あ、その上のこう社長、副社長、あれ、本当になんかボーリング好きなやつが集まって やるのと、卓球が好きなやつが集まってやるのと、2つに分かれて、はいはい、余裕でしたね。一人でめっちゃ勝ったもんね。いや、本当にだってなんかもう構え方が違いましたもん。みんな下手くそ、ほんと分かってない、分かってない。カスカスカス。最初酔ってたけど、みんなこっち水めっちゃ飲んでて、で、そういうこと真剣だから俺余裕だったね。コーシーさんがめっちゃ下手くそだった。あー、ちなみに全部のスコア、7ゲームぐらいやったけど全部勝ってるから。あ、それすごいね、だからメイちゃん飲んだらライブをまた入ってる。C4 なんとかあれがC4MUSSWGY 嫌い。その C4 の方はおいアマチー、おいアマチーも書いてるからね。ええ、その C4 の方おいアマチーも書いてるから、ね、それはないやろアマチー。それはないやろ。それはないだろうでしょ。ああ、え、終わり。さあ、ボーリングの話だもん。意外と盛り上がらないボーリングの話。食いついてこなかったんで。
じゃあ夜のボーリングの方はどうなの？男の子って2個あるじゃん、ボーリング、はい、あります。だけど15号と17号一番テンション上がってます。確かに。ちょっと待って、えっ、こらダメでしょ。スタッフの方がテンション上がった、ね、今夜のボーリングなんか ねやっぱもう12時回ってるからもう下ネタいいでしょ、ね、魔法は解けますよね、本当にね、はい、どうめっちゃテンション上がってますよ今。夜のボーリングどうなの、ヒロ。いやごめんけど、俺こういうことばっか言ってくるから、ね、さっきの動かしたもん。俺に違うのを動かしたらこうなるからだいぶスコア悪いんじゃないですか ね昔からこうだよね。スコア悪い、スコア、スコア、ね、スコア悪いの。スコア悪いですね、だいぶね。え、ガータばっかだ。ガータばっか、ガータばっかいちゃうの。届かないですね、やっぱね。何に何が何を。そこはやっぱね、一番気になる顔真っ赤だな。コメント入ってるよ、届かない、届かない。いや、分かるでしょ、届かない。おい、ヒロ喋るやつ入ってるよ。おー、喋ってるやろ、今。おい、おー、届かない、届かない。そこは察してくれよ、話じゃない。ね、ほんと1位、めいちゃん。わしは何が、何が、夜のボーリングの。ありがとうございます。夜のボーリング、夜のボーリングが1位、めいちゃん。あ、これアンケート取ります。あ、新山市。あ、新山市。おい、サイン来るか。来たか。終わな、終わな、終わな。3連単、3連単、3連単。おい、やめろ。ビリはビリ、何の順位、何の順位なのこれ。ビリ、ビリ、シュレイヤー、いける、あー、いける。あ、体調、優しい、優しい。体調不良、体調不良だ、体調不良。体見てくれ、体ね、やっぱね、入院しちゃうからね。へそがちょっと、へそが入院する、へそが。なんか、なんか嫌っすよね、イメージって。一回入院しただけでもう病弱みたいな。あー、まあでもそれ、会ったことない人かもしれないし。俺別にだって風邪で休んだことないしね、入院で一回休んだだけでなんかもう尻病弱。ちょっと怒ってる。おー、反抗した。お、はい、これを、これをクルリンパとかしないでよ、ほんとに。はい、よいしょー。はい、さすが。結局何の順位なんだろうね。夜のボリュームの順位ですよ、書いてあるんですよ。あ、夜のボ、あ、夜のボーリングの種類ね。種類細そうって感じ。見た目通りだ。見た目通りだ。分かる。期待だけなんで。分かる。ね、誰がでかそうかね、じゃあちょっとジャッジしまってね。アンケートでね。M サイズ言われたわ。ね、何？誰が？誰がでかそうかっていうね。ちょっとトイレ行ってこうやってこう。じゃあアンケートの方ね。あ、でも俺ここだけ色違う。透けてる。俺透けてる。え？めっちゃ透けてるここ。え、なんだろう。なんで作れんの？今アピールタイムなんだよ。今アピールタイムだからね。え、ちょっとアンケートの方ね、誰がでかそう。待って、でかそうという言い方、あれか、太そう、長そう、お、巨根。あ、なんで、あ、あ、距離出てる、距離じゃない。あ、透けてるし、ね、メイクも透けてるんだよ。本当に透けた。うん、なんだろうな、本当。なんかスカートみたいな。安心して。一応、ガチャガチャ。この流れまた来る。また来る。あー、やかん、順位ここ。早い。早くない？早くない？さあ、いや、違うんだから。さっきもやったじゃん。シュリが、なんで選んだの？せめて、一回よい、見たれ。だから、笑ってる。もといたれ、ぽいぽいぽい。いたれ、やたれ。もといたれ、ぽいぽいぽい。ぽいぽいぽい。そっか。あー、これアンケートする前に答え、誰か書いてるんですよ。マジでかそう。今、やってる。やってんの？え、お、やってんの？へぇ、お、いいね、出ました。確かに男の俺から見てもでかそうだ。はい、お願いします。ちょっと待って、満足できそう。おー、待って待って待って、え、でも俺10人に1人かもしれない。10人に1人。今回なのかな。俺10人に1人。今回なのかな。やば。0% いなかったっすけど。どうしよう、お客さん結構見てるから多分嫌われるわ。やば。これ以外はもうね、一回お手洗いしていきます。ダメだよ、シュリ興奮しちゃっていなくなっちゃったよ。でもあのビリが結局ヒロでしょ。ちょっとあのヒロ、え、どうしたの。ヒロに泣いちゃった。慰めてください。意外と繊細だからね。白真面目だから。
超腹黒さあれこれどうしたらいいか壊したまあどうだろうな新山壊した今と弁償え、そん…え、ちょっと待ってチンまあイメージだからねあのインスピレーションを高めてのあれだからあーまあギャップでもでかい方が好き…でかい方が好きなのかねやばいやばいやばいけどまあ、ね、どうでしょうヒロダメよダメよ確かにとりあえず飲んでからいけなぜか俺1位で嬉しく飲んじゃったヒロ早飲め確かに、うん、早飲め早ヒロ 0% あ、0って伝わるわヒロ 0% で入ってるからね懐かしいなその日々ね、ほんともうドルメイケ売り上げもゼロでねチン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 ね、ゼロチンチンゼロチンチンゼロやべえやつチンチンゼロだし一番ちっちゃいんだから飲めよやべえ誰だよいやもう出してもいいけどもうニコ生なくなっちゃうからね出したらもうニコ生出したら今日で最終回だよファイナル出してもいいよ見せてもいいけどちなみに何回かやったけどなんかそういうね放送禁止用語で結構バッシングひどかった時期もあったお前っすかでも普通に話しても面白くないからねぶっ込んだ話が一番面白いから全然いいけどねえメインはチンコどうなの誰が一番エッチうまそうかが気になる誰が一番エッチうまそうか何センチってなんかどうなんだろうねそのなんか小学生ね、うん、通常時ででかいって言い張るやつもいれば大人チンコねね興奮した時にこうあるじゃないか確かに高尾山か富士山になりますみたいなやつもいるからどうなのえまあ学校でやりましたよね中学校とかああまあ確かに定規で測ってみたいなそうそうまだねなんかねあるよね10代の頃はそういうのがやった、まあ、その定規捨てたけど俺コンパスで測る角度しようかなどうなんだろうねなんでこんな下ネタになったの愛があるよ愛があるよなんかあのメイさん俺愛がある愛がある愛があるなんでなんだろうねこのブレない感じミーさんでしょ歌っていいんじゃない一番腹黒いよなんでまあっていうことなんでもう本当にじゃあ次のお題はあの CM の後にまた話そうと思うんで、うん、はいじゃあ一旦 CM 大丈夫ですか面白いかもいきましょうじゃあ一旦 CM どうぞファー経験者大募集こんな俺やけど絶対絶対お前を幸せにするから運命の人と出会うならイオンインクめっちゃイオンインクイオンインクいやマジらしいよマジらしいよマジらしいよやばいやばいやばいちょ、頼むよ、本当に。嘘でしょ。え、しかとみんな。うわ、どうしよっか、これね。ほんと、ちょだよ、ほんとに。よいしょ、帰ろうと思ったのに。はい、後半戦スタート。よいしょ。はい、皆さんお待ちかねの、グループナンバー、8月のグループナンバーの水木くん来たんで、はい、今から来るんで。水木くん待って、誰もいないですか。え、嘘でしょ。本当にないですか。え、そう、わー、どうしようか、これ、ね、一人とかもさあ、ちょ、思った、これ外で見てるやつでしょ。ちょ、待って、ちょ、これ絶対外で見てるやつじゃん。うわ、もうだからさめっちゃないわ、これ記者会見やってるよ、もうこの時点ですでに。よし、じゃあ、はいこれ見たら鉄板、後半スタートです。よいしょ、いただきます。何話すのよ、これ。とりあえずコメントあれですかね、拾いますか。よし、はい、じゃあ、あれ意外にもう早いね、もう30件ぐらいじゃん、俺一人で。あ、アマチ帰ってこいですよ、ほんと帰ってきてね、ほんとにこれ見てると思うんだよね。はい、じゃあとりあえずコメント拾うんで、557からいこうか。
はい、面白い話してて、さあ、もうこれやべえな、これ絶対さ、ねえ、話題振って、話題、コストコの話して、はい、はい、わ、あ、ちょっと、ひどいんだから、いや、出てる、出てる、あ、出てる、出てますね、安心してください、出てませんから。安心しなさい、ほんと、もう嬉しいそう、そうなんですよ、一人で40件来ました、パッパ1分ぐらい、ちょっと待って、はい、危ない、ちょっと待って、生まれそう、ちょっと待って、ね、話題ね、よいしょいチョッパよっしゃっていうことでね、はい、まあでも、こういうのも新しいかなっていう、新しいっす、ずっとなんかメインやってたからさ、ね、だって移籍してからはね、あんまやってないけど、まあラテのメンバーいい子たちばっかりでね、いや本当、え、本当って終わったらどうするの、なんでしょ外全然放送されてないけどね、あ、画面出てないしな、あれ出てない、いやいや、びっくりして、一応それ壊れてる、あ、雨で、あ、壊れてる、儲かってるじゃん、うん、台風だ、台風だ、やべえよ、やべえよ、これやべえぞ、これやべえぞ、キムタワーと一緒だ、これよし、じゃあ後半戦いきますか、あれ、じゃあ後半戦もじゃあ始まったってことで、はい、じゃあ行きますか、じゃあ次のお題、はい、行きましょう、じゃあこの中でって2人しかいるこれ負けたらすげえちょっと、まあ、これ今日も全部下ネタでいくからね、下ネタの方がコメント上がるから、そういこうかなと思って、はい、荒れる、大丈夫、もうね、もうあのね、あ、さっきのゼロね、ゼロの方、いや、ゼロ言い過ぎだし悪意じゃないわ、ゼロの方ね、さあ、じゃあ、いきますか、最近入った頃誰がいい子か言って、アマチ、あ、じゃあ、それに対して言って、最近入った頃誰がいいかを言っていこう、アマチ、あ、最近入った頃誰がデカそうなやつ、確かに、最近的には多分デューだね、はい、甘神デューだ、確かにデュー君のやつはもうデカいと思う、多分、はい、サウスポーだし、俺ちょっとトイレの時に見ようと思った、もうそうっすね、いや、ボリューム下手くそじゃん、ちなみにどうでもいいかもしれないけど、リキもサウスポーズリキもサウスポーズいや、なんかたね、他店となんかやりたいよね、ボーリング大会やりたいよね、まあ、来月10月か、レオと11月ぐらいにレオさん と野球大会をやろうとしてる、そう、フットサルと、もしくはね、あ、そうなんですね、やろうかなって、あれ、野球、あの、うち野球経験多いんだ、多いんだよね、ただの野球ですよ、実は、あ、メイク実はですね、いや、俺パワープロしかできない、あ、俺パワープロ俺パワープロ犬なんだよな、どちらで安心してください、メイは絶対来ないですネタもあるもんね、日光が応援できる、なるほどね、まあ野球大会やるからね、やっぱね、やっぱ夜の野球大会ってどうなのかなっていうね、ヒロどう思う、やっぱそういうの、野球の、野球やってた、打率悪いんで、そう、なんかね打率悪いんで、ちょっとそこに久々さんどうですか、じゃあ打率は俺もどうだろうね、最近ないよ、あ、打率ないですか、どっちかというと、まあ、あの一人で自主練してるのが多い、はいはいはい、結構体壊しますね、はいはいはい、一人でなんか検証炎になるみたいな、ね、やっぱりね、ダメにしちゃいますもんね、打率か、どうですか、シリさん、いや、僕はでも打率よりも結構走攻守揃ってるだけで、まあ、夜の一郎って呼ばれっす、あ、はい、夜の、はい、え、じゃあ枕放送なの、いや走攻守ですよ、走攻守、守りもいきます、守り、ド M ってこと、ド M ってこと、出た、夜の一郎、夜の一郎、こうなっちゃうよ、足も速いぞって通るよな、どっち打席なの、左打席か右打席か、スイッチでしょ、スイッチどっちか、スイッチでしょ、どっちかっつったらもう、あの右方向が、あの右曲がり、右曲がりなんだ、僕そうっすね、右、俺左曲がりだね、あれ左利きは左、いや右利きがこういったらこうなっちゃうみたいな、あ、左曲がりっす、あ、だから二十歳超えてからサウスポーに変えたの、あ、変えたぞ、変えた、逆が嫌で、そう、だから徐々に二刀流ですか、やっぱ二刀流、あ、もともと野球好きだからもともとね、右打席、左打席、ね、大谷領地だからね、領地だし、あいつ、え、頼めます、シュリ飲めよ、わらね、じゃあコメント拾っていこうかな、はい、シュリ飲めよ、なんで曲がるの、
やりすぎるゲイゲイケースだ。でもどうなんだろうね、あの男の子がこう一人でね、うーん、いや、あるじゃん、まあオナニーって言うんだけどさ、オナニーってやつね、昔、まあシコシコっていう、そうそうそう、SEX っていうのを、はい、まあ気持ちよさが違うっていう、結構皆さん言うじゃないですか、結構いますね、男気、これブラックタモリみたいな感じね、今本当にブラックタモリね、ない、うん、そういうの、え、なんで黙るのみんな、時の場合かっこつけんなよお前ら、ほんとブレイコで行こうぜ、まあ盛り上げないと、ほんとコメントがあるか、あとがバシが切るじゃん、いいトイレの中でやるのは多分オナニーの方が気持ちいいでしょうね。トイレでやる、トイレでやる、えトイレでやるんで、え友達ん家泊まりたりとか、友達ん家やる、絶対絶対やる、シュリー飲んでなくなるよ、あれそういう、中学生の時とか高校生の時、あ、まあ10代の頃は俺もあったよ、押し入れとか、ああ、ドラえもんできない。ドラえもんできない。ドラえもんできない。行くときはなんかそっからダイブするみたいな。なかった？あれ、ない、逆にないのかな？なんかティッシュを下にこうね、畳の上にティッシュこう広げて、この辺飛ぶかなっていうやつやったら、全然なんかね、ゴルフ的な感じで、ケイ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 、おでもトイレって男だけなんでしょうね。いや男だけだろ、多分女の子じゃ分かんない、逆にないのかな、メイ君は多分女の子は行きたくない人もいるかもしれない、多分 男好きのこっちの人には多分めっちゃ嬉しいと思う、ああ多分確かに今頃多分あのね共感してる人、あ確かにね、あコメントはだいぶ変わって、 ID 変わって言うと多分共感してるんだろう、ああそうそう、確かに家族に見られたことあるわ、普通に全然ありますね、なんか家族の見たこともあるわそこまでしてやるのとか結構入ってる、確かにじゃあ、ね、そういう時をだから、はてなんだろうな、いや若いからね、そういう好奇心旺盛だし、男あるあるですけど、小学生とか中学生の時に日直でキリーって言った時に、あ勃起して立てないみたいな、ああはいはい、えなんでなんでこの瞬間にみたいな、寝てて、ここ挟んでた僕ずっと、あそうそうなっちゃうじゃん、生でだからこうやって挟んでた、ずっとそう、俺つけいごとこでもつけたよやりたい放題で学校だったから結構やってたよ、そうやって、それか、ねポケットから、ポケット入れて、ちょっと僕は、それでめっちゃありますよ、ポジション直してんの、全然やった、全然やった、俺もそうなの、だそういうシチュエーションによってやっぱ男って弱いんすよ、あ友達ん家行くと女にしたくなるみたいな、そうちょっと絶対そこが出ちゃうんですよ、絶対お母さんがなんか見てそこが出ちゃうんです、発情してる、あそこが出ちゃうんです、でも来てますよ、みんなのタイプを教えてっていうコメントで、何のタイプだろうな、それ何のタイプかな、夜のタイプ、夜のタイプ、見る動画、多分ニュータイプだ、ニュータイプ、ニュータイプだよ、ほとんどガンダムみたいな、俺こんなこと言ってんけど、お前ガン炭鉱ね、みたいなグイグイじゃん、下さん、今それグイグイじゃん、いいじゃん、ねえ、みんなの社会の窓みんな使ってるって使ってない、使わない、もう全米が感動してるわ、え、どうなの、みんなのタイプは、まあ本当に、あ僕が行きます。うん。いやシリーは最後でいいや。素人的な。あ今日は全部最後。全部今日全部最後。目どうなの？それなんですか？夜のタイプ。夜の。女の子。あ夜のタイプ。要は自分の女の子タイプと。おかず的な感じのタイプってことですか？タイ位教えて。タイ？数ミリ単位で教えて。数ミリ。ああそうだ。数ミリあのこと細かに教えて。単位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 と好きなタイプ女の子の単位かな何単位出ちゃうなこれえ出ちゃうな個人的にはねあの時間も教えてほしいの何分とか何秒とかああまあ要はここまでこう何秒で単位が何分最初タイも広いからね最初お風呂に入るのか入んないのかああもうそこから行きますもう今日でやめようだねもう多分嫌われてるんで今まあでもねこれ仕事なんでね今ね単位って広いんだよな本当にあお風呂は入ってほしいミクロからね、はい、もっと目が回るあるし、ね、もちろんありますねいろいろえヒロはどうなのじゃあ単位タイ絶対これはまあまあこれは滑んないでしょうがタイ
まあ多分みんなどうなのね、一般的には正常位とかじゃない。まあ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 正常位じゃない、すげえ共感する単位ってことです。単位を何回転するかじゃない。もしかしたら、こう言いたいのは、あ、1回転、2回転、いや、なるほど、早い、うまいんだよ、アクロバティック、アクロバティックなんでやろ、最後だから、もう最後だから、早い、最後なんだからなんか単位をなんか変えてほしいとかあるんじゃない、そういうの。いつのも普通はなんか正常位から、何騎乗位とか、そういや、けど、立ち場とかさ、いろいろあるじゃん。そういうことを言ってんじゃないの。バック、騎乗位、正常位が普通ぐらいですか。まあ言ってしまえば、スタートバックなのね。スタートバックなの、いや違う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 、スタートダッシュじゃない、違う違う、だから最後だったからだから最後はぁ、そういうね、正常位、バック、騎乗位、正常位かな。あ、戻るんだね。あー、なるほどね。ゴールしたのに、あれはブーメランと一緒だね。投げたら戻ってくる。戻ってくる。うまいな、そうやってな、もう。ブーメランまた投げちゃいますからね。広正常位。広正常位だけでいいんだっていうのは、やっぱり大きさ的にゼロだからかな。やっぱりね。入ってるか、わからない。一番入ってる感じは正常位だからとね。うん、分かってるよく。シュリ君はどう？僕の、そうですね、僕の前でも、あれだ、タイというのも、いろいろ、けど俺、AV。見すぎて、やっぱシチュエーションがもう、ほんと、数千頭に入ってきちゃう。やべえ、やべえ、長い、長くなるよ、多分。長いよ、時間もね。だから、もう、入れる前のもうシチュエーションから勝負なんで。よかったね。雰囲気を大事にするタイプでしょ。場所。でも、そうなんだ、結構、俺、これソファーでこう、こう見ながら、うん、あ、じゃあ、ちょっと、ヒロ、女の子やってソファーで、ちょっとね、実際の方が分かりやすいかなっていう。見たい、ソファー。ソファーでこうして、ガンダムの俺どうなんだろう、多分俺からもこうかな。ああ、の映画を見てるね。ほう、結構理想、あ、そんなにはそうだ、見た目通りだ。理想はこう見て、正解。初デート、初デート。あ、初デート、デートだね。初デートでどういくか。初デートで、で多分手料理ね、やってくれたの多分手料理。ああ、うん。まあ、で料理見た感じ、こいつ今日やる気だなみたいな。あ、畑でエプロンみたいな。そう、畑でエプロンからのこいつ今日あるなみたいな。ニンニク使ってんなみたいな。うなぎまで出てくる。スタミナ的なことだ。うなぎにキムチにみたいな。こいつこれ来てんの。メインディッシュゴーヤみたいな感じ。で別に俺 DVD 見たくないのに伝え行こうかみたいな感じで誘われて、4本で1000円なのに1本じゃ足りないっていうね。どうでもいいから。一回じゃあ中抜けみたいな感じで伝え行って、で帰ってきて、そのシチュエーションで行こうか。これ見たぞ、こういう AV。まあ、さあさあ、2211。あ、いや、どうなんだ、まあ、なんだろう。じゃあ、照明とこ、照明。マジックミラー号みたいな感じ。ショーシャンクの隣あたりかな、ここが見るのね。うん。あ、終わったね。終わったね。楽しかった。俺、この映画すげえ好きなんだよね。あ、なんだった、見たら分かるよ、この映画。けど、よかった。本当にどこがよかった。俺、なんかさ、頭おかしいからさ、脱獄とかさ、海外ドラマで言うとプリズンブレイクとかすごい好きで、やっぱこれ似たものがあってさ、やっぱなんかそういう、なんだろうな、すごい好きなんだけどさ、ちょっと話しちゃって。次どうする？なんか見る？もう寝ちゃう？どうする？なんか。ちょっと見たい。本当に？とりあえず。ちょっと待って。とりあえずCM どうぞ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、
早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から、 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。皆さんだなー、今ほんと個人個人伸ばしていきたいけどね。確かに。はい、ということで、はい、そっか、もう時間ないから、じゃあ行きますか。じゃあ今週のタイムラテから行きます。じゃあ行きましょう。じゃあ今週のタイムラテ、どうぞ。おお、来た。これこのルーサー水着っすよね。ルーサー水着ですね、これルーサー作って、あれ、あれ、あれ、もしかしてあれ、今日の僕の自撮りです。あー、取れたて、取れたて、取れたてですね。どこ、あれ場所どこ、これこれ、トイレ、トイレ、あ、俺だ。そうそう、ルーサー水着ですね、これ。またルーサー水着ですね。俺の自撮りばっかりすいませんね。みんな送ってくんないからさ。今日の対面久しぶり。あ、これあの水木のさと甘いやつ撮影の時に。おお、周年プリクラかと思った。楽しみ。周年の時の。薄いプリクラ。あ、おお、賞金いくらだよ。これあのボリュームのボリューム大会の。これ仕事サボってるの見つけた時じゃん。はい、これはボリューム大会で。金髪多いな。お、真ん中真ん中上下。俺ちなみに L 逆ですからね。L 逆ですからね。ちなみにね、L 逆だったね。チンコちっちゃいからな。おーい、ボーイのチーム優勝の。イエーイ。あれ、あ、キラさん、あ、おー、あ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 、ヒロの、ヒロの、ヒロが俺に今日 LINE してきたやつ。ほんとに今日行きたいから送ったの、これ今日行きたいから。そうだな、ほんとに。おい、何人で、からの、結構前に行った時が。そうですね。え、これ一番僕誰、イオリ、イオリ、イオリ、ミヤ、いや仲間と美味しいからね。やばい、終わり、終わり、終わり、本当は終わっちゃったっす。いろいろあったんだけどね。はいはい。ちょっと流せない動画もあったから、あ、ちょっと NG くらいだね。いや、まあね、気になる方だったら店で見せてもらえると思う。動画に関しては。で、ここ指名してもらったらね、漏れなくね、中本買って連れていくっていうプランがある。で、弁当まで払うっていう。お宮代、お宮代、お宮代、お宮代まで。はい。うん、こっちじゃんでね。行きます。辛いなぁ。歩いていけるから、歩いていけるから。そっとけばよかったっすね、あのね。まあでも、多分ね、シースーのやつもね。シースーうまかったなぁ。シースーのやつもね。確かに。あ、シースーメンバーだ。シースーメンバー、シースーメンバー、シースーメンバー、今日、寿司さんぐらい。寿司まみれです。寿司まみれやってる。あ、そうそうそう。なるほど。まあ、いろいろね、まあ、営業中は営業中で、気分かで進出、営業後はみんな酔っ払いながらどっか行くっていうね。いや、まあ間違いないです。ひどいな、営業後は。寿司屋行ったら寿司屋出てこない。俺は飯食ったら死ぬからね。本当に酒が回るんすよ。だって昨日地震あったこと俺知らなかった。え、マジっすか。酔っ払いすぎて、酔っ払った、飯食ったらダメなの。俺と知るよね、安と。めっちゃもう、僕も今日なんです、今日なんです。あ、どうも、大丈夫です。終わると思いますよ、地震あった。強かったよね。いや、本当にもうスーパーって目覚めて、全然覚めなかった。俺今日、あれ、あ、終わりかと、いろいろ考えましたけどね。本当にもう地震に敏感、地震に敏感じゃん。めちゃめちゃ敏感だから。はい、マジでやばかった。敏感、普通に。まあね、揺れてるのかね。敏感、めっちゃ敏感。まあでもね、今後ラテがね、これから歌舞伎町をね、揺らしていくんでね。おぉ、そこら辺敏感なんだよ。めっちゃ敏感っす。今も見えないじゃん。まだ震度2ぐらいかもしれないけどね。
完全におしゃれパッキンに行こう今日はねまああるんで、じゃあはい、じゃあ続いて人事会行きますか。じゃあはい、てめえさん、お願いします。今日すいません、ほんと下ネタ全開で、まあラテはほんといいお店なんで、まあすごいアットホームであり、まあ中本行ったり、まあボーリング行ったり、すごいいいお店なんで、まあ本当にこれからホスト未経験でも全然ちゃんと僕が対応してうまくやるんで、おこれからもラテお願いします。わい、いいね。じゃあ続いて、じゃあ今月のイベントの告知を、じゃあはい、本日本当は放送クルーのダンスロー、なんで行きます。じゃあはい、放送クルーの9月のクラブラテのイベント内容、おはい、はい、前回もお伝えしたんですよ。9月27日はい、何の日。夏の蓮、おー来ました、イケメン、ニコ生で常連の夏の蓮、なんとバースイベント、よいしょよいしょ。そうですね、初のイベントだよね。初イベント、うん、人生初イベントみたいで、はい、バースイベント自体もで多分結構ね、お店でもムードメーカーだって、ヘルプでも人気ですし、多分もうすごい多分盛り上がる一日になるんじゃないかなと思って、はい、で、あとオリシャンの方も、はい、来ましたね、来ましたね、なんと、ね、来ましたね、また来ましたね、また来ましたよ。オリシャンの方はなんと、なんとね、なんと、はい、なんとね、なに50円、なんと30本わざっ、おあ、結構いったね。いますね、はい、30本あります。まあね、バースの日付が27日なんでね。何曜日、うん、27バーって聞かない方がよかった。月曜日じゃない、チャンス、土曜日、土曜日じゃない、え、日曜日まあ土日のあ、まあそういうのあるからね、はい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 、で、まあ土日で、でも29が締め日だから、そう、あの、そう、土曜日だ、土曜日、うん、よっしゃ、あ、まあ、土曜日ね、あ、日曜日です、日曜日じゃん、絶対9月27日日曜日、カミカミって入ってるからね、ナスのレン、バースイベント、はいはい、オリジナル30本、はい、はい、限定30本です、19時から限定30本やっております、はい、じゃあ盛り上げてね、盛り上げていきましょう、はいはい、で来月はまあ、来月はまあハロウィン。で11月は一周年記念。あ、ちなみに10月誕生日なんで。よいしょ。なぜ。あ、でも誕生日リアル、リアル誕生日。あの方と1日。ラテの代表はね、アマユーが1日。18日がリアル誕生日で、次19日。やばいですよね。皆さんお金貯めてください。いや、17、18、19、20がもう4日連続イベント。いやいや、20はまず天休だし。そうですね、はい。しゃあ。まあなんでね、盛りだくさんの内容となってるんで、まあご来店の方、まあ結構新しいメンバーもいいメンツ揃ってるんで、はい、頑張ってね、盛り上げていきたいね。今、はい、本当に人数めちゃめちゃ増えましたもんね。ね、チャンスは、チャンス多いんで、一時本当やめようかと思ったけどね。あ、今のカットで、じゃマジで言ってんすか、それ。嘘だわ。マジで嫌いだったら、じゃあ今いないわ。マジで言ってんすか。ちょっとね、ちょっと結構イメージ、結構なんか楽しいからね、本当。いや、本当にすごく、みんないい形ばっかりなんで、はい、教えがいあって、下の子結構今伸びてるんで、俺は嬉しいですね。はい、はい、下の子がやっぱ伸びてくれてるんでね。いきなり山見の空気、わざと作ったからね、今。めいちゃんいいねって入ってるよ、ありがとう。なるほど、もうちょいで線だから、ちょっともうちょいね、はい、ちょっと早く早く上げて、すぐ上げて、すぐ上げて、あと5分で勝負あるからね。めいちゃんいくら使ったら抱いてくれるの。2億、出ました、2億です。めいちゃんロト6、ロト6食べるわ。めいちゃんいくら使ったら抱いてくれるの。2億、いくらでも抱かねえよ。あと何分、あれ3分か、アンケートいける、いきます、あ、いきますか、じゃあはい、最後に、じゃあ明日最後にこの放送を見て明日来てくれる方、おお、初回とかで、嬉しい、それ。で、それでも誰、で、漏れなくこう、はい、ニコ生昨日見ましたって来てくれた方には特権を上内しみしみ無料、
イエスかノーか。俺がこれいいの。あもう全然ここは。あちなみにこれ許可持ってるから大丈夫。じゃあ場内、はい、好きなヘルプ1名無料がいいんですか。え中本じゃないの。うん、もしかしたら指名に変わったらそこでね。あ走り降りてきたの。もしかしたら本当にあのその後の中本あるかもしれないから、ね。担当そう。そう。その人ね。でも明日俺は中本のパーカーを着てきます。持ってる。じゃあ僕は普通のパーカー着てきますじゃあ。どうぞ。じゃあね、今コメ今あれアンケート中だからアンケート中ね、ほんと中もできないだろ最近。でも目2億使わなきゃいけないの。逆に2億2億でいいんだ。だから昨日のニコ生を見ましたって言ったらあの、よりとくんでいい EP なんで、やっぱそこはね、はっきり、はい、大丈夫、任せてください。 EP の E はいいっすもんね。おー、いいねー。じゃあ P、P はえ、P?P むずいね。パーキング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 すげえ、マジ全然出なかった今。いいわ、いいわ、いいわ。あ、よかった、正義で。いいわ、よかった、正義で。A、A なんだよね。A なんだよね、いいわ。あ、すみません。A で。A は A やろ、それは。A、EP。A、EP。やぞ、嬉しいな、ほんと。A、EP。行かないな。あれでも18人あとあだけど行かないか。行くでしょ、ね、みんなこれ間違ってない大丈夫。これちょっと点多くないですか。行かないの。これなんかねおかしいな。もうノーブコメント、ね、練習じゃないの。練習でしょ。行かない。練習。あ、でもこれって逆にあ、けど明日だからかもしれないです。多いんじゃないですか、これって。めちゃめちゃ多いですよね、18.1% って。明日が都合悪いだけですよ、ね、でも明日日曜日が一番入る予定なんだけど。この支持率すごいんじゃないですか、本当に。うん、なるほどね。うん、そっか。あと俺のチンコでかそうなランキング 10% だったんで、それより全然高いんで、めちゃめちゃいいです、うん。あ、でもコメントではね、明日行くでとか入ってるからね、うん、こっちは見てないふうにしよう。何人見てるの。何で見てるのが多い。ね、今日はね、やっぱ本当にねえ、どうしよう、なんかテンション下がってたりしてるから。次回は俺の考えたらこう言って、これ行くんだったらウィーって行こうと思ったらね。じゃあ次回、なんかお題聞きますか、最後に。何のお題や。次出ていいメンバーみたいな。次出てほしいメンバーみたいな。じゃあ俺らもう出ないね。はい、こちらもう終わりっすね。ファイナル。すいません、今日でお世話になりました。絶対来週出ません。僕絶対来週出ません。はい、言うて出るから。来週来週はレオの回なんで。あ、来週レオの回で見てくださいね。見てください。絶対再来週絶対出ません。あ、でもラテ最高で最後コメント入ってるから嬉しいな。確かにね、本当に家メンばっかで。明日行かないけど面白かった、嬉しいな。ラテ行こう、ラテ楽しい、来週行く。だってイケメンばっか。次はなんだろう、気になるこれ。次は気になる。次はアマチュア。アマチュア。それってアマチュア。あるかあるか。おお、かぶった。そのいけびくびくしてては掴めないような心。歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。